おはようございます時刻は9時18分7月9日火曜日の朝刊チェックを、小森さん、小森康則が、天竜町市商店街、天禄天ん森りスタジオからお届けをしてまいります。はじめに訂正ですえ。昨日の配信の中で、私、東京都知事選挙とともに行われました、東京都議会議員補欠選挙の結果につきまして、誤った情報を皆様にお伝えしてしまいました。誠に申し訳ございません。 9つの選挙区で行われまして8つの選挙区に自由民主党が、えー、候補を擁立をいたしましたその中で3選挙区で勝ちましたと4勝以上半分取れればという低いところに勝敗ラインを置いていた自由民主党その4勝以上に達しなかったという話題の中で 私、自民党が3勝したというふうにお伝えしてしまいました。本日の毎日新聞にもございますように、それは誤りでありました。自民党惨敗、東京都議会議員補欠選挙、8つの選挙区に候補を擁立いたしましたが、2勝しかしておりませんでした。私、昨日う、3勝しているとお伝えしていたと思います。 2勝でありました4勝が最低勝敗ラインとされておりました当然勝たないと思わなくて出るはずはないと石丸さんもおっしゃっていたように全員勝つつもりで出していたんだと思います9つの選挙区のうち1つは出せませんでした8つの選挙区に候補を擁立しておりましたが自由民主党3勝と昨日お伝えいたしましたが しししかしておりませんでした自由民主党という大変歴史のある、力のある政権与党に対しまして、えー、たった2勝しかしていないという現実をしっかりとお伝えすることができなかったことをここに心からお詫び申し上げまして、二度とこのようなことがないように、心して本日も配信してまいりたいというふうに思います。自由民主党を 8つの選挙区に候補を擁立いたしましたが東京都議会議員選挙補欠選挙3勝ではなく2人しか当選しておりませんでしたここにお詫びして訂正をいたしますでは7月9日火曜日朝刊チェックまりましょう どうもおはようございます来てよし、みてよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天禄天子森スタジオへこもさんこもりやすのりでございます IACE トラベルの提供でお送りをしてまいります本日の朝刊チェック えー、コモさんと行く大人の修学旅行、もう今、20人ほどお申し込みを頂戴しているようでありますが、現地集合も OK でございます、10月の C56 と、コモさんと一緒に北海道へ行って美味しいもの食べて、早めの紅葉を見て、温泉入って、そしてすすきので遊びましょうという、充実の2泊3日でございます。ままだ余席がございまして実は あのもう今、旅行業界が逼迫をしておりますので早めにもう飛行機閉まっちゃうんですギリギリまでどうぞということが言えない状況になっておりましてもうあの今週、来週ぐらいにお申し込みしておいていただかんことにはです、ねえー、もう締め切りましたということになってしまいます。ぜひまあ、お値段少ししいたしますけれども コモさんと一緒に北海道へ行って思い出を作りませんかというのをやっておりますえー、と午前10時からの電話の受付になっておりますのでこちらでございます 05020183210IAC トラベル大阪支店で電話をお待ちしておりますネットでもあの詳しいことを見ていただけますのでどうぞよろしくお願いをいたしますなんせねこのところ満席になってなくてもう僕 今広さんんに合わすす顔がないんですお願いででお願助けると思って皆さん一緒に楽しい旅行に参りましょうさてお金の話でございますがテレビ宮崎というローカル局がございましてそこの社長さんが辞めてはるんですけどいわゆる退職慰労金退職金ですねえー、これを 85%減らされたというので不服ですと裁判に訴えておりました退職医療金を不当に減らされたとしてテレビ宮崎の渡辺前社長が2億円の支払いを求めました裁判の上告審最高裁判所第一小法廷は前社長の請求を退ける判決を言い渡しました 1一審2審は全額支払ってくださいとなっていたんですが逆転敗訴が最高裁ですので確定してしまいました、えー、退職慰労金に関します内部規定で在任中社長をしていた間特に重大な損害を会社に与えた場合減らすことができるというルールがあります取締役会は2018年の2月 渡辺前社長が在任中、出張宿泊費、あるいは CSR 事業などで不適切な支出を繰り返したとして、慰労金を85%減額し、5700万円。85%減額されて15、15%しかもらえへんかっても5700万も支払ったんですね。すごいですね。すごいですね。ええ。 一審二審とも減額は違法であったと全額支払いなさいと言ったんですが最高裁判所第一小法廷判決で内部規定内規を踏まえて取締役会には減額に広い裁量があるといたしました第三者委員会の報告なども踏まえつまりこの前の社長が出張の宿泊費とかをちょろまかしてたのか 課題に請求していたのかそのあたり分かりませんがサラリーマンだったらみんなどっかでドキッとするところもあるのかもしれませんねえー、CSR 事業などで好き勝手金使ってたと会社に損害を与えたと特別肺任で訴えられないだけありがたいと思えということでしょうか取締役会の裁量権に逸脱はなかったということで、まあ、それでも5700万なんで <laughs> すごいんですけどおいくつの方か存じ上げませんが 持って死ねるもんじゃないというのは、100円しかない人も、100億円しかない人も、100兆円持ってる人も、みんなそうなんですけどね、また今度、スティーブ・ジョブズが言ってた最後の言葉ご紹介しますけど、ほんまに、ほんまに持って死ねないんですけどね、ええー、赤っ端ですよね、一審、二審は全額支払いとなっておりましたが、最高裁判所はダメです。 あんたのやったことを考えたら減らされて当たり前ですということになったそうでございます。まあ人間生きていって最後は死んでいくわけでありますが、さあ、どんな人生、な、皆さん、<laughs> 昨日までの人生はもう生きられませんからね。今日からの人生、そして生きてないと生きられませんから、生きてる間だけ生きてますんで、ねえ、ええ。 まあ、今日も一日命あることに感謝をして頑張ってまいりましょう。暑いですけどね。ええー、なんか、うわちゃんのラジオのアンケート聞いてましたら、クソ暑かったら会社休んでいいと思いますかどうですかってなんかそんなことアンケート取ってましたね。他にやることあるやろもうコウさんが今日アンケート取ってるような話、放送でいっぱいせなかあかんことあるのに何ですか こんなにクソ暑いから、クソ暑い時は会社を休んでいいと思いますかどうですか ?AM ラジオは平和ですね。YouTube、しっかりお伝えせなかんことをお伝えしてまいりましょう。どうぞ、今日も最後までお付き合いくださいませ。小森さん、コやすの則でございます。さあ、4択を出しており,おります。はい、最初はこちら。昨日、あまりの怒りに、 大阪空港へ降りた直後のボーディングゲートブリッジのところから話をいたしました斉藤元彦兵庫県知事によりますパワハラでそれを明らかにしました告発をいたしました、えー、前の西播磨県民局長顔は隠させてもらってますけれども本当にこの黒い下のところはめっちゃ人のええおっちゃんでした。 自ら命を絶ってしまったということについて、それでもまだ笑顔で、まあ、笑顔ではないですが、この笑顔はまた別の写真ですけれども、えー、まだ全力で取り組むと言っているという、とんでもないお話についてが一つ。そして二つ目、石丸慎治さん。 まああのこの長官チェックをご覧の方は年配の人が多いので石丸真嗣の何がええねんということの方が多いんだとは思いますが実は若い人あるいは娘に触発されてやっぱり石丸さん一択ですそんな声も出ておりましたしかしポスター代支払いなさいという判断がですね最高裁でも出てしまいましたずっと敗れておりましたしかし私が問題といたしますのは このポスター代を払いなさいという最高裁判所の判断が出たのは東京都知事選挙投票の7日の前金曜日5日の段階で最高裁はこの判断を示しておりましたなぜなぜなぜマスメディアは8日までにというような書き方で昨日この件をに触れたのでありましょうかこれが私の問題意識でございます そしてこちら、関連で、はい、東京都知事選挙、3位になってしまいました、おそらく石丸さんが2位に入ってきたことを、まあ、既存の政党は立憲民主党だけじゃなくて、自民党もビビってると思いますし、新聞やテレビで情報を得ているじいちゃん、ばあちゃんもびっくりしてるんだと思います、蓮舫さんも意味がわからないんだと思うんですけれど、これは別の話でございまして、R、R、R と書いた、 楽天ですかというような、このステッカー、街のあちこちに貼ってありました。もちろん、蓮舫さんが貼っていったわけではありませんし、蓮舫さんが違法だけど貼ってくださいと言ったわけでもありません。しかし、街中あちこちにこの R の,ボス,あのステッカーが貼ってあることについて、その感想を聞かれた蓮舫さん、記者に意味がわからないと言い放ちました。おそらく、こういうところも蓮舫さんが強烈な支持者、 この R のステッカーを貼っていくような人たちにだけ支持されてそれ以外の人がついてこなかったということがよくわかるニュースではないかと思いました。そして最後はこちら 先日、私、和歌山カレー事件、林真美死刑囚の長男さんが出られますイベントへ行ってまいりまして、本も買ってまいりました、ブックエブリデイのコーナーでお届けをいたしましたけれども、8月にマミーというドキュメンタリー映画が公開される予定になっておりました、8月の3日でしたかね、2日でしたかね。 えー、で行くのを楽しみにしておりまして私基本試写会で映画を見るのが嫌いなので、えー、お金払って行こうと思ってたんですがどうやらこの長男さん、まあ、あ,のあえて子供の頃七五三の時の写真を X でも自分のプロフィールに使ってはりますのでこの写真を使いましたあまりにも誹謗中傷がひどくてそして実名などが晒されるということになってきてしまったので まあことに申し訳ありませんと、損害賠償も出さなあかんかもしらんし、えー、自分が公開 OK ということで映画が,が作られたんだけれどもう、もう無理ですと、公開中止を今日にも申し入れますというふうに昨夜遅くツイートをしてはりました。うーんまあ、残念といえばとても残念なんですが、彼が。 彼が心の安寧を崩して、バランスを崩して、そんなことをするバカなやつらが多いということが一番の問題なんですが、えー、どうなるかさ、最終的に映画会社、配給会社などの問題があろうかと思いますけれど、公開中止を今日にも申し入れますということです。あごめんなさい、これ維新の資格って、これは,これは違いますね、これ,下の部分これ後で直しておきます。えーはい、というこの 4つの話題ででアアンンケケーートトをを取りままししたたは,い、ではアンケートを終了いたします現在、全世界で811億人の方にご覧いただいております。クモさんのここからのお話、期待してるよという方はポチッといいねを押してくださいませ。今日はいつもよりも少ないですね。185いいねということでございます。 さあアンケートを終了いたしました544人の方に投票をしていただきまして77%の方が斎藤元彦兵庫県知事のパワハラで職員2人目のま丸というニュースでございます2番目9%で和歌山加齢事件長男に誹謗中傷殺到映画公開中止へというニュースが9%石丸慎二ポスター大阪 ああ最高裁いいですね、えーあ、ちょっとこれ字間違ってますね、はいえー、判決確定でございます、投票日前の5日に出ていましたが、昨日公表されているというニュースが7%、そしてもう蓮舫さんのことはみんなもうお忘れなんでしょうか、R のステッカーについては4%という結果でございました。では あまず斎藤元彦知事の件からお話をしてまいります時刻は9時時分です、えー、時間的なほどで言うとおとといの午後10時過ぎに片山副知事から聞いたと斎藤知事は言いました。渡瀬さんという 前の兵庫県のですね西播磨県民局長の方であります、この3月で退職をすると、維新が送り込んだ斉藤知事、その腰銀着である片山副知事、片山副知事のことを悪く言うなよという人もあるんですが、私、もいろんな話を聞いてますんで、これはもう一味として私は認定しておりますが。 えー、もう兵庫県庁で好き勝手やっておりましてでまだそれがその政策判断とかっていうことでいえばそれは1票でも多くて当選した人が知事になるわけでその知事があ県議会の承認はいるとは思いますが副知事を選んで実務をしていくわけで、まあ、そこは100歩も200歩も譲りますけれども。 バカ殿様といいますとバカ殿様が怒ってくるというぐらい子供じみたパワハラをしているうそういう話でありましたで見るに見かねて退職直前にここを変えてほしいということを出したのが渡瀬さん西播磨県民局長でありましたあの各新聞放送はここで名前を出しておりませんけれど、まあ、ちょっと調べれば 前の渡瀬さんが西播磨県民局長の時に着任しましたコロナの間ですがこんなことをやっていきましょうとかっていうのが写真付きで出ていますので、まあ、ニュースで、まあ、別もちろん誹謗中傷とかですねそういうことを煽ってるわけでは当然ありませんけれどここで私は匿名にする意味はないと思いますし逆に言うと渡瀬さんが職をかけてそして命をかけて 兵庫県庁の中をよくしていこうと、後輩たちが働きやすい環境を作っていこうとしたことに対して、 えー、ここを匿名にしたままにしておくのは私は渡瀬さんの名誉をそ,のその方が既存するというふうに思いますのでもちろんあの家へ行って提案、えー、させてもらってでご遺族の許可をもらってやってるということではありませんしかしまあ私は私の責任でこうやって YouTube を中心にですね、えー、話をさせてもらってることの 責任は自分なりに取りながらやってるつもりでありますので、無責任な人にああやこうや言われても、それは知りません、あなたのご意見でしょっていう話でありまして、私は渡瀬さんの名前は、この件に関しては出さなあかんと思ってるんで、出しています。まあ、あえて顔は、えー、サムネイルでは消しましたけれども、あのほんまに、えー、おっちゃんの顔をしてます、それはまあ、選挙のポスターでい,いや、 ああ誰だって、えー、顔になって親しみがあるようにっていう写真を真実を写してるかどうかともかくとしてになりますけれどもねが、まあ、内面のにじみ出ている、えー、おっちゃんやなっていう、まあ、僕より年下ですけどその方が亡くなりましたで皆さんご存知のように、えー、その文章を出したことに激怒いたしました斎藤元彦兵庫県知事はですね、えー、退職をさせずに その退職願いを受理せずにで別のところにその立場上飛ばしておいてそして停職3ヶ月という懲戒処分にしました事実無根嘘八800の文章を仕事中に県の備品であるパソコンを使って書いてとんでもないやつやというふうにそんなふうに言ったんですね。 でマスメディアも「はいはい分かりました」って言うてそんな記事を書いてたんですでまあ私ちょっとじ時間差ありましたけれどこの内容を読みましてまあもちろん読み方によっては怪文書のようにも読める現政権に対する悪口でありますからそう受け取る人がいてもおかしくはないだろうとは思いますがまあ あビニー入りサイン入りこんなことまでしてんのかということが書いてありました。でそんなものはないんだと事実無根だと嘘八百だというふうに片山副知事そして斉藤知事はこの渡辺さんのことを追い込んでいきました。しかしまあ困難県庁の中やったら職員はみんな知ってる話でしょうし僕はマスコミも それ知らんかったらボンクラやと思いますんで取材してたらそんなことは耳に入ってたと思うんですけどどこも書いてなかっただから僕は神戸新聞をはじめ、まあ、毎日放送の神戸支局もあります各局神戸支局あります僕は共同正犯だとは思いませんがああ共犯だと思ってますけどねええマスコミは自分たちが共犯であるという意識はまあ持たずに今 あ問題だっていうことを言い始めてるんですけれど僕はあの共犯だと思っています悔しかったらあの段階でちゃんと放送しておきなさいよと思いますけどもね中にはあったのかもしれませんが総じて総じて、えー、県の側斎藤知事がそれを事実無根だ嘘800だと言ったということを大々的に報じましたそうなるとどうなるかって言ったらそら何やこいつ誰やと。 でまあ、今でこそ、まあ、私も渡さんという名前を出していますけど当時中ではみんな分かってたでしょうからああっていう話になりましたよねしかし漏れてきましたあれやこれややっぱりやってるっていうことがしかしそれに対してそれに対して2 0ートル手前で歩かされたことに激怒したってなことについてもいや時間のない中で 時間のない中で20メートルも歩かせる、事前にそれをちゃんと調べていない、その車止めをどかしておかないという、そんなことでは、貴重な時間が惜しまれる、待ってくれてる人にも失礼だ、だから声を荒げて言ったこともあるかもしれないが、それは、ちゃんと仕事をするために、ちゃんと仕事をしろと言っただけのことですと、そんなふうに斎藤は言っております。未だに言っております。未だに言っています。 アホかっちゃ話ですよ、ね、えでそんなんが出てきて仕方がない第三者委員会いやそれではあかん結局百条委員会というのが開かれました兵庫県においては確か半世紀以上51年ぶりでしたでしょうか百条委員会という強力な権限のある会がスタートをいたしましたそこで出てきているのはやはりいくら 斎藤知事、片山副知事、あ片山副知事は、私が辞めるんで、私の首を差し出しますんで、百条委員会にならないようにお願いできませんかと、自民党の会派に言いに行った、つまりバレてはならんことが百条委員会で出てくるという、そんな話ですよね。と私は理解しました、私の理解です。で、でですね、さらに渡さんを追い込んでいくわけです。 ご家族もあるでしょうしかし、その懲戒処分に対して、斎藤さんは言いました。私は不服の申し立てはしません。なぜならば、私も人事をやったことがあります。今も可愛い後輩たちがそこで仕事をしています。彼らが忸怩たる思いで、私に対する停職3ヶ月の処分を出しました。今いるお殿さん、馬鹿殿、子供じみたパワハラ、好き勝手、 わがまま放題をしている、そんな奴だけれど、選挙で選ばれた知事だから、維新が送り込んできた知事だから、そこに歯向かってしまったら、西張間どころか、田島か、ええ、あるいはもう、淡路の南の端か、飛ばされるかもしらへん。だから、すいません。そんな思いでいる後輩たちを苦しめるようなことはしたくない。だから私は不服申し立てはしません。それが渡瀬さんでした。 そして今月19日に百条委員会に呼ばれてお話をすることになっていました、まあ、その準備はされていたのでしょうただ姫路の方で亡くなっているのが見つかりました遺書があったということです、まあ、遺書があったって殺されたんちゃうかという人もありますが、まあ、そんなことは、まあ、もし出てきたら出てきたで、えー、とんでもない話なんですけれど、えー、何の証拠もない段階でそういうことを言い張るのは私はどうかと思っています 無責任にあの言っていや責任を持って僕はだから今自分で責任を持ってしゃべってますから責任を持ってる人間が間違っている場合先ほども、えー、自民党に対して大変失礼なあことがあったということを訂正しておりますように、えー、訂正をしたりお詫びしたりっていうことをしますしかし、まあ、無責任に殺されたんだろうとかっていうふうに書くのは僕はどうかと思っていますそういう無責任なコメントチャットが 人を苦しめているっていうことは分かっとけよと思いますが。で、結果的に彼は亡くなりました。和田さんは死に入りました。遺書はあったということです。で、それに対して、ショックを受けていると斎藤知事は言いました。片山副知事から聞いたんやったかなたったと思います。はい 夜の10時ごろ、10時過ぎ、真夜中にっていう言い方だったと思いますが。さあ、まあ、僕は、あの、岸田やめろとか、なんとかやめろとかっていう、やめろやめろっていう、大シュプレヒコールをするのは好きではないです。それは私のやり方として。そんなことで問題は解決しないので、えー、もう、あの、なんでしょう。 おお酔っ払いが叫んでいるように私はには見えますし、もうおしっこ行きたくて行きたくて仕方のない人がじゃああとおしっこしてるのが気持ちいいような感じでやめろやめろって言っているだけのやつだよと僕は思ってるんでそういう意味で言っているんではありません。兵庫県という県が県庁があるいはその下についている各組織がこのトップの中では業務が成り立たないから、つまり県民のために仕事をしている 県庁という組織がこんなトップがまだ県,を県庁を良くするためにこれから頑張りますって言ってるんですよ。昨日言いましたけど去年1人亡くなってるんですよ。無理からスポンサー集めをさせられてそれは大阪もきつかったみたいですけれど阪神タイガースとオリックスバファローズの優勝というまあおめでたい話ですわそのおめでたい話をお祝いするパレードをするそれは別に構いませんけれどその スポンサー集めをさせられて、それでそのパワハラを国に、えー、観光令は敷かれておりましたけれども、自ら命を絶ったという職員さんがいる、まあ、そういうことも含めて、渡瀬さんがあ僕は告発したんだというふうに理解をしておりますけど、その渡瀬さんすらいなくなってしまった、亡くなってしまった、その張本人である斎藤元彦、そして彼が引っ張ってきた片山副知事。 あるいはそこにくっついている腰巾着は他にもいるのでしょう。局長やら部長やら課長やらいるんだとは思いますが、一人一人の名前を56人分の候補者を言うように列挙はできませんが、こんな、こんな人がトップにいて、今日の業務が、明日の業務がちゃんとできますかちゃんとした判断で、 その県政が成り立たないと思うのでだから、だから一刻も早く僕は、この斉藤片山体制を早くやめて次、の次の県知事を選んで、そのもとに兵庫県を再生させないと、このままではあかんと思うから、何でもかんでもやめろっていう人間でないのは、見ていただいている方が一番お分かりかと思います。 何でもかんでもやめろとしか言わへんようなバカもいますけれど、それではありません。この,このトップのもとには、この2トップのもとでは、兵庫県庁が仕事ができない、兵庫県民のためにならないので、一刻も早く僕はやめなさいと言っています。べきだとは思ってません。べきというのは、なんか人を巻き込んでますから、私の意見です。私がそう思っているという話です。私には一票しかありませんけれど、兵庫県民としての一票しか あで許せないのはねもうここでねここで彼が斎藤元彦が「ごめんなさい」って言ったとしても今からお聞きいただく会見を聞いていただくとここまでどんなふうに言ってたか訂正とかお詫びとか もちろんタイムラインは一方向にしか動きませんから過去に遡ることはできないのですけれどしかし今から聞いていただくもう全部聞いてたらもう本当に皆さんの腹渡が煮えくり返ってもう本当に、ええ、もうどうしようもなくなってしまいます血圧上がってしまいますんでごく一部聞いていただきますが疑惑を否定している斎藤知事もちろん渡瀬さんが亡くなるという 前の段階ではありますが、もうこの言葉は取り消せません、お聞きください、はいえーまあ、改めまして、今回の文書問題に関しまして、多くの県民の皆様にご心配をおかけしているということ、そして、現、え、下、ー、の状況になっているということにつきまして、改めてお詫びを申し上げたいと思います。 この間、調査中であることなどから私自身がこの文書に関する見解を全体的にお伝えする機会がなかったと。 ということですしかし今回議会の方で百条委員会が設置されることになりましたまた第三者委員会についても準備が進んでいるというところですそんな中で県民の皆様そしてメディアの皆様からも知事自身の見解そして思いを述べるべきではないかという多くのご指摘もいただいてきてました そして私自身もそれが本当に大事だということですので、まあ、本日文書に対する私の見解を述べさせていただきたいというふうに考えています、えー、では項目に沿って述べさせていただきます、えー、まず伊予木先生のご正式に関する経緯です、まあ、その中で、あのーまあ、とにかく斎藤氏はあ井戸嫌いそして年長者嫌い文化芸術系が嫌いで有名ですと ご指摘がありましたで私自身はあの井戸前知事とは選挙戦を通じて厳しく激しく対峙したということは事実でありますただやはり井戸先輩は総務省そして自治省の大先輩にもありますまた20年にわたり県政の舵取りをされてきた大変素晴らしい尊敬される方だというふうに常に今も思ってますしこれまでも思っていました また年上の方、年上の方を上うということを私自身も大事にしていますし文化芸術についても本当に大切な県にとっての分野だというふうに考えていますこのようにこのご指摘というのは私の思いや考えとは異なる事実が記載されておりまして私自身もまあ困惑したというところです。 よ,よきべ先生があのご逝去されたのは大変残念なことだと思っています、えー、気候に関する人事については、えー、当時、片山副知事の、えー、報告を随時受けながら、適切に人事の対応をしてきたものというふうに考えています、えー、もちろん、えー、よきべ先生やあ名前の挙がっておられる2人の先生についても、大変尊敬をしております。 気候の人事は任期に伴う適切な判断だったというふうに考えています今回の寄稿の人事について横綱、えー、先生の命を縮めたことは明白というふうにあるのは科学的根拠もないままある種の誹謗中傷にもなるものなので、まあ、大変私自身は残念だというふうに思っています次に令和3年7月の知事選挙についてです この中で指摘されている数名の職員については、私が宮城県庁勤務、そして大阪府庁勤務してた頃からの知人でありました、選挙に関して、私から投票依頼などの事前運動を依頼したことはございません。 この時の,の論考交渉で4人が承認というふうに指摘されていますけれども人事というものは能力等に基づく適材適所による人事配置でございましてこの時の論考交渉というのは事実ではないというふうに考えています次に選挙投票依頼案件についてでございます令和5年下半期から次回の知事選挙時の 自分への投票依頼を始めているという指摘がありましたが、まあ、これは事実ではありません。令和六年の二月十三日、そして十六日に県内の経済団体に訪問させていただきましたが、令和六年。これは令和六年度当初予算案での説明で伺ったものです。当時、議会でも賛否が分かれてました。県立大学の授業料無償化の施策、そして。 奨学金返済支援制度の施策など若者を応援する施策の説明に伺ったというところです、まあ、特に奨学金返済支援制度については先ほども説明しましたけれども人材確保に悩んでいる経済界にご理解いただくということも大変大事だというふうに思いましたので、まあ、それも含めた若者応援施策を説明するために訪問させていただいたというものですその際に 投票依頼ををししたたととということを確認したとありますけれども選挙に関する投票依頼は一切していませんえ、他の商工会等を、まあ、この間も訪問してきたのもあくまで若者 Z 世代を含めた県の施策を説明しご理解を得るためのものであります次に贈答品についてです ここ斉藤知事のおねだり体質は県庁内でも有名とありますけれども私から贈答品を要求した事実はございません次に例として出ているものですコーヒーメーカーについてです、まあ、その中で後日無事にコーヒーメーカーをゲットしているというふうに私自身が受領したかのような記載がございますけれども私は令和5年8月の当該指摘されている企業の訪問時に 受領をその場でも断りまして後日秘書課に対しても受領しないように指示しております私自身も実際に受領をしていません次に例の2つ目と出ているトレックジャパンについてですトレックジャパンのロードバイクについては知事に贈呈された模様というふうになりますけれどもこれは兵庫県との連携協定に基づく対応でございまして私個人に対する贈答ではありません それから例ののつ目のアイアンセットについてですアアイアンセットが贈呈されているというふうにありますけれども私個人に対する贈呈はありませんアイアンヘッドの製造工程ごとの仕掛かり品は産業について地場産業の振興のために知事応接室に展示しているというものです使いにくいからと再度別モデルをおねたりしたという情報もあるとあるがこれは事実ではありません 実際私がアイアンをした使用したのは市川町を訪問したときにシ田施設があったのであそこであの打ったという時のみですまた特別交付税の算定などに見返りを行った可能性とありますけれども特別交付税は市谷町の行政事業などに基づいて算定しておりまして何かの見返りに基づくというものではないです まあこれまだあと40分ぐらい続くんですけれどえまあことごとくうんまあもう要は怪文書が出てきたっていうような捉え方ですよねでそれぞれは違うんだということを言いましたあの権力を持つ側が権力を持って言い訳をするっていうのは自民党の政治と金の問題なんかでもそうですけれど うん我々の感覚からしたらそれおかしいやろうということを権力を持ってるがゆえにこういうことですよと分かってないんですかとまあ言えるおテントさんの下では恥ずかしくて言えないけどおテントさんのないところやったら言えるような小賢しい理屈ってうのはありますわねでまあそれも含めて全部否定してるんです つまり事実無効嘘800だと彼は言ってたわけです。で、まあ、解釈の余地のあるものももちろんあるかとは思いますが、そら八丈島行って公明党の支持者の家でトイレ借りて30分も出てこえへんかった小池百合子、これは個別訪問じゃないんですかと言われたら、トイレ借りてましたっていうことが。 ああ、成り立つわけですから、そら、ピッお腹ぴっぴになってなんかもしれませんけれども、まあ、よその家、ちょっとトイレ貸してください言うて入って、30分もおらへんやろうとは思うんですけど、そういうその権力を持つやつが、あ自分の都合のいい解釈を押し付けるちゅうのはあると思います。もそれも含めて、こんなんない、あんなんないっていうことを、 でそらくしり方がこの会見カメラの回っているテープの回っているところとは違うでしょうもっとまあ、あのー、隠し撮りされているような音源も、まあ、今後出てくんのかもしれないですしそれはないのかもしれないですしそこは分かりませんけれどもねうんまあまあことほど作用にこの 3月末からの動きで言うと渡瀬さんが文章をみんなに分かってほしいって言って出したところからこの3ヶ月ほどで彼が自ら命を閉じないといかんところまで斎藤知事と片山副知事を中心として追い込んでいったということですそこを分かっていただくためにあえて、えー、ちょっと長かったですけれども引用をいたしましただからいやあの時はそう言いましたけど ちょっとそれは言い過ぎでした。今になって言い始めてるんです。言い過ぎやったっていうのは、嘘800とかやったようなことを言い過ぎだったって言ってるんですけど、それそろ今更反省されてもっていう話ですよね。今更反省されてもっていうところなので、責任の取り方としては私はたびたび言いますが、斉藤知事は今すぐ辞める。そして維新の会は、 今すぐやめろという、なんで言わないのかが本当にわからない。まだその解釈の余地があるとか、支持する人もいるとか、まだ能力があるとか、いろんな、まあ、あの言い方はあるんだと思いますが、なぜ、なぜ、なぜですかね、わかんないです。どこぞのめっちゃ英氏のボンなんですか、斎藤さんって。 もうもうこの人、この親とかおじいちゃんを怒らせたら、日本では生きていけないっていうような英史の盆なんですかね。うん。もうやめよ、お前って。これあかんでってって。身内で言えないんですかね、維新は。うん。わからんなあ。ほんまに。で、 時時刻は10時になりました昨日私がこの件について、えー、渡瀬さんが亡くなったということを、羽田から大阪へ戻る飛行機の中で w i f i つないでニュース見てたら出てきてて、まあ、もうあの羽田にいる時間帯から、実はニュースは流れてたようなんですが、それ知らなかったんで、で、慌てて、えー、10分足らずの動画を昨日配信をいたしました。 でもう帰りの電車の中で、えー、公開の手続きをしてでこの「てんこ盛りスタジオ」にシャッター閉めるとアニメに戻ってきたんですけどそうしましたら削除されましてで何があかんかったんかとあのそのいわゆる「自丸」って言われる言葉にセンシティブに判定されるっていうのは分かっておりますんでまあだから、ね、YouTube の世界ぐらいですよね「自丸」なんていう言葉を使うのは。 あなんですけどでまああの皆さんお騒がせもしてしまったとは思いますでまあもう一つ「てんこ盛りスタジオチャンネル」っていうのがありますんでそのサブチャンネルでえ出してまあそちらも結構あの見ていただけたかとは思うんですけどで朝になって最審査というのを出しました私からですね YouTube に これは問題のある動画ではないと思いますよという最審査の申し立てをしましたら比較的短時間でそれが認められましてで現在はですから同じ内容がてんこ盛りスタジオチャンネルというの私のいわゆるサブチャンネルというところでも流れていますし昨日こちらの小森康則チャンネルで朝刊チェックと並んで公開をしたアップした動画も見られるようにはなっています。これについ では、YouTube、から連絡が入りままししててこの事情だけちょっと説明しておきますえどうもそのいわゆる自ら命を絶つとかっていうような話の内容が、えー、をですね YouTube の AI なのかあるいは、まあ、YouTube の,何の担当の人なのかあるいはこれをこのチャンネルを見てる人からの通報なのかそこはちょっとわからないんですけれど どう YouTube の立場としては、僕があ、配信者である私が動画の中で悩み、苦しんでいて、であな、あなたが死んでしまうかもしれないという、そういう判断をしたみたいです。あのまあ、もちろん大丈夫,大丈夫ですし、まあ、大丈夫って言ってても、 こここういううういいいとととと。っててのは、別に僕がということじゃなくて一般論ででですす、すよ。大丈夫です大丈丈夫夫私は大丈夫ですって言ってても自ら命を絶つ人っていうのはいますから、えー、それを衝動的にっていう言い方をしていいのかどうかちょっと医学的な問題はあ,るありますけれども、えー、強いと思われてる人でもそんなことは何もあのふんふんって鼻歌歌ってますよっていう人が命を絶つことも あるので、えー、そ,その YouTube の懸念は分かるんですがまあだからまあ私もあなたもそれは誰だってそうなることはありますよという前提ですがただまあ大丈夫ですよあのそこは安心してくださいね昨日腹立ててはいましたし今も腹立ってますけどそれによって私が自分の命を絶つっていうようなことはもちろんないんですけれどどうも YouTube はそういう判断をしたみたいですなので えー、動画を落ととしたとだからあのいわゆるコミュニティガイドラインに反してあなたにペナルティがつきますよっていうそういう削除のされ方ではなかったようですえとんでもないものを上げやがってっていうまああれの話とかこれの話とかするとまあそういうことは過去にもやっちゃってるんですけどあのそ,そういうコミュニティガイドラインに反するようないじめを助長するようなそういうことををがあったという判断ではありません。 えー、小森さん、あなた大丈夫ですかとこんな内容の動画を出しててだからあのい,いわゆるあの命の電話じゃないですがあの悩んでるんだったら相談に乗ってくれる人いますよっていうそういうメールが来てました <laughs> いやいや、そんな話してるとちゃうねんちょっと AI さんグーグルの AI さん僕、そんなそういう自分の悩みとかあそ,そういう話をしてたんじゃなくって、えー、政治権力のあり方としてのことを言ってたんでっていう。まあ そのつもりで最新差を出しましたらあ分かりましたっていうのでまあ短時間で動画は復活したという内容でありますなのでまあ昨日の私の動画があの突然削除されたということに対して陰謀論であるとか何だとかっていうことをまあ言いたい人は何,何を何を出そうが言うんでしょうけどそういうことではないと少なくとも私は判断している。 ということでございます。はい。えー、お分かりいただけましたでしょうか。うん、ではあ、次のニュースに参ります。本日、まあ、最も多くの方がですねこの、このことを知りたいというふうにおっしゃいました。えー、77%の人が最も関心のあるテーマとされました。兵庫県の斉藤元彦知事 そのパワハラを原因といたしまして2人目の方が亡くなってしまったというニュースについてまとめてお伝えをいたしました。時時刻は10時6分ですさて今日日の毎日新聞 都知事選挙、既存政党に不信という見出しで、まあ、あ写真は当選いたしました小池百合子知事を書いているんですが、石丸氏に無党派層支持、蓮舫氏失速3位という、こういう見出しを打っております。もう、らく、まあ、昨日私はまあちょっと東京でうろうろしとったんで、テレビ見てないんですが、石丸さんが2位に入ったということで、 えー、急に石丸石丸というので騒がれていたんだと思います、また、まあ、マスコミに対しての厳しいものの言い方、コミュニケーション取れてないんですけど、そういった発言が SNS の世界でもです、ね、大きく取り上げられて。逆にに言うと投票前に なんでそんだけそこの話せえへんかったんやっていうのはあのおっしゃる通りやなと思うんですけれど石丸さんに関しましていくつかの話題を取り上げてまいりますまず東京新聞石丸真嗣氏選挙ポスター代未払いで敗訴確定最高裁が上告受理せず秋田秋田方市長選挙で業者へ依頼という見出しです 7日に投開票されました東京都知事選挙に立候補し辞典となった前の秋田方田市長石丸真司氏41歳が2020年の秋田方田市長選挙に立候補した際の選挙ポスターの制作などの報酬代金の一部が未払いだとして広島市の印刷会社が石丸氏からに73万円の支払いを求めていた裁判。 最高裁第二小法廷は石丸氏側の上告を受理しない決定をしましたつまり全額支払いを命じました二審広島高裁の判決が確定いたしました、まあ、大法廷は15人ですが小法廷4人の裁判官全員一致の意見でございますこの印刷会社は4年前の市長選挙で石丸氏側の依頼を受けてポスターと法廷ビラを制作納入しました 報酬代金108万円ほどと見積もって請求をいたしました石丸氏側は市の条例に基づく公費負担上限である35万円ほどだけしか支払いませんでした会社側が差額分を求めて提訴していましたもうなんかひろゆきさんがなんぼ敗訴しても一銭も払ってませんっていうなんかそんな感じを真似してようとしたんでしょうかね 石丸氏側は報酬代金をその公費負担の上限である35万円の範囲内とするんだという合意がもともとあったんだとだからそれ以上のことは払いませんとずっとこれまで言ってきております広島高裁の判決は双方のやり取りなどから業務内容に見合う額を報酬額とする共通認識を持っていたとつまりそれを頼むんだったらこういうことはいりますよとええ そのワードで文章を送ってきてそれそのまま貼り付けましたっていうんじゃないでしょうと、まあ、皆さんなかなかそのクリエイティブなところへのお金っていうのは分からないかもしれませんが例えば私がこうやって喋ったりしていることあるいはアイデアを出すこと40年にわたって 600こちら情報部の時代からいろいろやってきたことの中でのコモさんの、えー、頭の中に入っている死んだら何も残らない部分でありますのでそれに対してなんぼかお金がかかりますっていうことを 5円10円の話でで言わわれても困るわけええ、ね、<laughs> あと当たり前の話だと思うんですが石丸さんはそういうところはあんまり考えていないんでしょう上限が35万でそれだけしか払いませんと言ってきておりました一審二審ともにちゃんと払いなさいそして最高裁は上告受理しませんとなりました石丸氏が判決を不服として上告をしていましたが まあこの東京都知事選挙に出るためにです、ね、秋田方市長は辞職をしております、任期満了まではいませんでした。という記事、多分皆さん、何の違和感もなく読んではると思います。で、まあ、石丸さんを好きか嫌いかで、えー、やっぱり石丸ってとんでもないやつやなっていうのかそ、そんなことで石丸さんの未来をとじんといてやってまあそういう二者択一の議論になるんだと思うんですが。 私が気になったのは、この最高裁の上告受理せずという判断がいつなのかということがここに書いていないという話です。5W1H って皆さんご存知ですよね。ひょっとすると東京新聞には 5W1H という概念がないのかもしれないです。いつ、どこで、誰が、何を、どのように。when、Who、ね。 そういうやつでしょわかりますよね。いつどこで誰が何をどうしたいつっていう日付が入ってないんです、この記事には。なんでですか東京新聞の記者が昨日の午後5時27分に配信をしております。つまり昨日のおそらく午後に書かれている記事ですね。じゃあ、 7月8日、昨日の午前中に、この決定がなされていたのならば、それでも8日って書かなきません。7月8日にこう決定をしたっていうことを書かなきません。しかし、昨日7月8日の夕方に出ている東京新聞の記事に、4人の裁判官全員一致で、上告受理せずというのが、いつ決定されたという日付が出ておりません。 望月記者どういうことでしょうか望月磯子記者東京新聞で基礎を学びましたよねこれいつって書かないといけませんよねええ時事通信書いております7日に投開票された東京都知事選挙に立候補し事前となった前の安芸高田方市長の石丸慎司氏が2020年8月の市長選挙でポスターやビラを制作委託した印刷業者から代金の支払いを求められた訴訟で最高裁第二小法廷は 8日までに石丸氏側の上告を退ける決定をしました。昨日の夕方6時に配信しております。東京新聞とほぼ変わらないタイミングで、8日までにとしてあります。つまり8日も入ってるんですが、7日も6日も5日も入ってるっていうことですね。お分かりですか、ええ、?8 日までに。 これ、ずるい書き方なんです。しかしまあ、東京新聞よりはまし。8日までにって書いてますから。東京新聞は 5wh 1、H、を書いてないです。4wh 1、H、にしかなってない。1w 抜けております。東京新聞、いつを書いておりません。時事通信はちゃんと書いてくれました。ただそれが、8日までに。これ、ずるいやり方なんですね。ええ。 八日までにって言うと、みんな八日と思いますわね、違うんです。だいたい、こういうこと書くのは、八日に判明したって、まあ、いうことで書いてるんですよ。ね、で、まあ、八日に本当に判明してたのか、どうなのかっていうところで、その先に書いてあります。八日までに、石丸氏側の上告を退くる決定をしました。もうこういうね、記事の読み方って、ごめんなさいね。多分、あのメディアの方でないと。 この,この部分のある意味面白さとかかゆいところに手が届く感っていうのが伝わらないと思うんですが一般ピープルの素人の皆さんにはなかなかここの部分の面白さ伝わらないと思うんですけど「8日までに上告を退く決定をしました」「5日付」って書いてますいやそれやったら「5日付」でいいじゃないですか「8日までに」って何で書くんですかっちゅう話で 8日まで知らんかったっていうことですかか知らんかったには、まあ、おそらく知らんかったんやと思いますよ、別にそこに陰謀論はないとは思いますが、知らんかったんやったら、わ々がうっかりしてて、8日付けで決定出てたんですが、7日の、7日が投開票なのに、7日の投票日に合わせて、石丸さんの都合の悪いことを5日の段階で知らんかったから、有権者の皆さんには提示できませんでした、これはまたうっかり君、失礼いたしましたっていうことですか。 まあまあ、おそらくそうなんでしょうけどね。おそらくそうなんでしょうが。じゃあ、5日に決定が出ていたことを、我々は8日まで知りませんでしたって書け合いんですけどね。8日までに分かりました。決定は5日付けと。しれっと後ろに書いてるんです。卑怯ですね。時事通信。時事通信。卑怯ですね。まあ、内容は一緒なんですけど。 まあこのあたりの,その <laughs> ニュースの読み方がまこと、まま、にもってえややこしいところなんだと思いますけれどもね。で、要は5日に決定は出てるんです。5日に決定は出てるんですよ。石丸敗訴。金払えへんって言ったのはおかしいと。うん、やったことに対してみにちゃんと払うっていう話になってたのに、終わってから。 100万なんぼの請求がいったらそのまま払えるか35万しかこっちは金ないんじゃと公的に助成されるのが35万なんだからそれ以上出すかボケーっていうのがあ石丸側の話ですよね、まあ、石丸さんについてはいろんなあのキャラクターについての誹謗中傷につながるような話は僕は、まあ、あの読み物としては面白いなとは思いますがあそれに左右され,なくされたくないなと思ってるんですけどね。 だけど、だけどまあ、石丸さんという人がリーダーとしてどうなんだと、コミュニケーションが取れへんし、えー、ごなして払って、払われへんかった方は困るでしょうと、小さい町の印刷会社で何十万のことか知らんけど、それを裁判までして、裁判にも費用も時間もかかって、それ、それ、それすんのこの人って、思いますわね、まあ、YouTube で何んぼ稼ぎはったんか知りませんけども、 それは払ったげな晴れやと思うんですがその石丸真嗣という人間の人間性に関わる僕は重大な情報だと思うのでまあこの裁判があることは知ってる人は知ってましたし石丸さんのことを支持する人たちはそんなこと多分あのもう目つぶってはるんだと思いますけど私なんかはそれはおかしいやろと思ってましたでそれが5日に決定が出てるんですが それを8日までにと言って8日に書いている時事通信8日までにも書かずに8日に配信している東京新聞卑怯ですよねバカですよねいやこれが分かんないですよあのええー、分かんないのはその裁判の通常の その審理の日程からして7月5日に決定を出すもんだというふうに花から決まっていてそれで8日に粛々と出したのかもしれないですし選挙に合わせて出していたのかもしれないし選挙に合わせてそれを5日付で出してたけどみんなに漏れるのは7日の投票が済んでから8日に出すっていうことになってたのかもしれないしさまざまな あのバリエーションが考えられますのでどれか一つだっていうことを断定するだけの私は今情報を持ち合わせてはおりませんけれどただやはり百何十万票もの,あの票を集めた人の人間性に関わる情報なのでこれは小池百合子がカイロ大学を卒業したという嘘を50年間つき続けているということと私は同じぐらい それと東京都政と何が関係あんねんと、まあ、バカな人はおっしゃるでしょうが私からしたら50年間もカイロ大学卒業それも出席と嘘をつき続けてきた人の人間性あるいは自分が発注したポスター代を何十万か、ね、その何十万かが大変な会社であるということを分かった上であるいは分からずに、えー、市長をやり続けていた人 でその決定が最高裁でも受理されずっていうこと、これは投票をするうえ、まあ、おそらくそれで減る人はほとんどいないんでしょうけどね、石丸さんに期待するっていう人が百何十万人もいたという現実はあろうかとは思いますが、ただ、ニュースのあり方としてでいうと、東京新聞も時事通信も、まあよそもみんな一緒なんですよ、結局、7日までには出してないんですよ。 そこに意図が生じていたのか意図が生じていたとしたら報道しない自由をあの報道の自由と勘違いしているというふうに厳しく指弾させていただきますし5日に出ていたのにそのことが「西郷さんから直接こっちに言うてきあられへんかったんで知りませんでしたわ」っていうのはこれだけ注目されている新聞あのニュースなのにどこも どの社もちゃんとフォローしていなかったという意味で何たる取材力のなさよと思いますね、ええ、新聞社や放送局ですニュースですっていうのを腕章外してください社章外してください記者章を返納してくださいというぐらいのボンクラっていう話だと思いますどちらに転びましても10時22分になろうとしています でその石丸氏を巡りましては、まあ、日本維新の会の音喜多政調会長の言うことなんで、えー、どちらを信じないかということで言うと今、私非常に悩んでおりましてこう低いところでの,このバランスをです、ね、ど,うど,うどう取ったらいいかという高いところでのこうバランスではなくて低いところのこバランスをひげ、ね、ダンスやっているみたいですがあのどっちのことを信じたらいいかなと思いますが。 b s BS 富士の番組で音喜多さん石丸さんについて選挙前に2回ほどあって「石丸さんから支援をお願いされました」というふうに言いましたいやあの維新から支援してあげるよって言われたけど断ったんですっていうそういう物語になっておりました まあ偉人伝というのは私もアニメでいっぱい作ってますが難しいところでありまして野口英夫は黄熱病をあの発見してそしてアフリカの地でその自から黄熱病で倒れて亡くなっていった日本の偉人、えー、小さい時にいろりの中に落ちてしまって指と指がくっついてしまってそんな中何くそと思って勉強した人という偉人伝になっておりますがそれはそれはだらしない人で。 ええー、借金して借金して、それをお姉ちゃんに使って、酒に使って、今のお金で言うと。 2,000万ぐらいのお金を借りて横浜から明日出港してアメリカへ留学に行くぞという前の晩にそのなんとか集めた2,000万の金を一晩で芸者さんに費やしてしまったというもう阿武町のあの青年がああ真っ青になるというようなもう本当に女にかなにだらしないやつで結局アメリカにも終わられんようになってアフリカへ飛ばされてそこで大熱病を 発見したことになったんですけれども、みたいなことって、うん、あんまりみんな知らないですよね。うん、ねえ。まあ、どっちが幸せかと言われたら、私は不幸せなのかもしれませんけど、うんえー、石丸さんの側は、維新からあの支援させてくれって言うてきたけど、そんなん。 いらんって言いましたっていう物語になって石丸ファンはそう思ってるんですが維新の会は外にされたっていうことではないですよと大田たら支援お願いしたいかと言ってきてましたよとだから言うた言わんは録音があったにしてもそれぞれの解釈をするんでしょうしまあ言ったって音来たの言ってることなんでえーえーまた来たか音来たかっていう感じではあるんですけど ただ政党職はつけたくないんだと支援をお願いできませんでしょうかただ政党職はつけたくないいやいやうちとしましては政策協定を結んで推薦を取ってもらうのが筋ですというふうに乙北さんは言ったんだそうです、うん、さすがうん、きっぱり言ったそうですね結局条件が折り合いませんでしたつまり維新の側から推薦を申し入れて石丸さんから断られたという認識はない というふうに維新のおときたは言っております。一方石丸さんの側はいや言ってきたけど断りましたよということになっております。まあまあどっちにしたって2位といやえ2位の話ではあるんですけれど、まあ、どっちかが嘘をついている、あるいはどっちもが嘘をついている。いや、わからんけども。まあまあ関連でお伝えをいたしました。時刻は10時25分です。 さてこのポスター代を払えに続いての話題はこちらです関連で東京都知事選挙3位の蓮舫候補のステッカー問題であります本日の4択で最も 皆さん関心がないといいとううふうにおっしゃいましゃまたどうなんでしょうか、まあ、あの強烈な立憲民主党のファン、社会党の頃から、民主党の頃からっていう方、あるいは何が何でも共産党という方、まあ、そういう方が合わせて1何0万人、東京都ではいらっしゃったということで、無党派をほとんど取れなかったというのが蓮舫さんという結果なんでしょうけれどもですね。 えー、やっぱり蓮舫さんだと、人間的にも蓮舫さんだし、政策も素晴らしかったと、この蓮舫さんを後ろからまた弾を打つようなことはひどいという声もありますし、蓮、ま、舫、あ、でいっとこかと、自民党は嫌やし、うん他の候補も嫌やから蓮舫でいっとこかと思ってたけど、こんなに差がついてしまったんか、やっぱり安南にするんじゃなかったっていう人もいて。 えそれは今言ったらあかんのんちゃうのんとは思ったりはしますよね。まあ、ただ、うちはだけで受けてますよと、それでは無党派に浸透しませんよということは、まあ、まあずっと1000何回ご覧になってる方に申し上げますが、割に僕言ってることを合うてたでしょ。まあ、まあこんなん自分で言えへんかったらもっと株が上がるんだと思うんですけど、自分で言っちゃいますが。 ね、あの小池百合子にも小池百合子が出馬表明する前から当格を出していたコモさんが蓮舫さん最初に出てきたけどこのやり方でほんまにいいんですかっていうことはいろいろ言ってましたよね。<laughs> あの公約の出すタイミングとかそんなんにしても、えー、島へ行く生き方にしてもえー、ええー。 誰連れていくかっていう話にしてもまあまあこうなるだろうっていうことは <laughs> 割に割に僕言ってたでしょ。ねえ。えー、なんで僕ぐらいでも分かることが分かってへんかったんかなとまあ思いますけれども。うん、でまあまあい,い,いくつもの問題はあるんですがええー、その。 蓮舫さんがですね、えー、R の文字を使ってました、楽天のような、ちょっとぶっとい R のこの真ん中のやつですね、ええ。で、R に、で、なんか右肩上がりの矢印、えーまあ、先日あの、国会が終わった時のあの岸田総理の。 あの後ろのプロジェクターにもあの右肩上がりのもっと細い線があの矢印が貼ってありまして何な,な,なんじゃ青ちゃうかと思いましたけどもあのそういうのを出しましたで、えー、このステッカーがいっぱい街中に貼ってあるんでこれどうですかとうん。 あのステッカーが貼ってあったから負けたということではないと思いますけどなんか秘密結社みたいなね、えー、なんかまあまあパンクバンドとか,なんかそんなんの,あの渋谷のどっかの,あのライブハウスでやりますぜってゲリラライブやりますぜっていう時に,周り,にその周りの建物とかに違法やけど貼ってあるっていうのはまあなんとなく分かるんですが。あの 一人凱旋まあまあそれもいい作戦なのかもしれないですけど一人凱旋とともにですねこの,ポあのステッカーがいっぱい貼ってあるっていうのは僕はまあ気持ち悪いなと思って見とったんですが貼ったままになってますよとでその都知事選の公式のポスター掲示板は、まあ、た結局足りなかったんですけどそれはまあ工事でどんどん撤去されていくんですけど町の壁にこの辺貼られている R のポスター あのポスターじゃなくてステッカーは邪魔なんだしこれ別に蓮舫さんが「あなたが晴れ」と言ったわけでも「晴るようにお願いしたわけでもないのは分かってますけれどもこれどうですか?」という質問が昨日飛びました記者会見でそれに対して蓮舫さんが何と言ったかっていうところがあ こういうところも蓮舫の負けの要因の一つだなと主な要因だとは思いませんがこういうところが立憲民主党と共産党が無党派層に響かなかったことの一つの原因ではないかなと思うそのやり取りをお聞きください。 あと都内でステッカーなんですけれども R というシールステッカーがかなり散見されていて私も確認したところで15分かかって10個ぐらい見つかるような状況があっていてこれに関しては蓮舫さん他者に対するリスペクトとは何て言いますか蓮吾陣営として守護がわかりません守護 R というステッカーが貼られているという事象があります東京都内特に繁華街中心に。 はい続けてくださいはいでそうそうまああのまあ蓮舫さんのあのまず、あ、何て言いますかこう R を示しているようなねこう同じあの同じようなデザインなんですけれどもこういったところがまああの多分勝手レンが貼られたのかなっても思うんですけどもそういったことに行為に関していかが思われますかごめんなさい質問の意図がわかりません蓮舫さんの R こ,のあのこれをかたどったステッカーがあの都内の繁華街あの多くで確認されてるんですけれども蓮舫さんの、まあ、多分支援者というか勝手霊の方々が貼られたのかなと思いますけれどもこういった行為に関してどう,どう思われますか全く意味がわわかかりりまませんかりました了解です まこの全く意味が分かりませんっていうのは質問者に対してこの質問に対して全く意味が分からない意図が分からないえ主語は何ですかもうあのまあ石丸ほど切れ味良くないんですけど <laughs> 石丸真司さんほど切れ味良くないんですけどえ質問者の意図を汲み取ることなくえこう切って捨ててるわけですね。 まあ変な話だから自分自分がやれって言ったわけじゃないけど自分を盛り上げてくれようとした人が勝手に作ってあるいはまあどこかがお金を出して、えー、それは立憲民主党のどこかから出てきたお金なんだったらまたそれはそれで問題になりますけど、えー、そのステッカーをみんなが貼っていったわけですねで、まあ、ご支援ありがとうございましたと確かに見ましたねと見てないはずないんでね <laughs> それは自分の周りでも貼ってあったはずなんで あるいはまあそれを聞いたら「あそうなんですか」と。でご支援は大変ありがたかったですが私の力を及ばず歳になってしまいましたどうもごし。ご支援はありがとうございました。ただあのもう選挙も終わってますし貼った人がいるんだったらそれは剥がしてくださいねと。剥がしに行ってくださいねと。あるいは目についた人はそれ剥がしてくださいねと。まあその,あの個別のそのどこに所有権があってなんとかみたいな。 こととはまあ置いといてですよ自分を応援するそういう R のステッカーが貼ってあったんやったらそれはまあ,ありがたいことだったけど、まあ、結果選挙は自分の力を及ばず敗れましたとでそのもんが落書きのように貼ってあったらあかんから貼った人は剥がしてくださいねと見かけた人は剥がしてくださいねとどうもすいませんでしたって言えば済む話ですよねまあ変な話。 だけど、主語は何ですかえ主語 <laughs> は何ですかもう、あんなだから、<laughs> 石丸五六もいっぱい、まあ、出てきてからかわれてますけど、う蓮舫さんのやつもそうですよね。主語は何ですか まあまあ、5W1H の「フェンがない」って言って、まあ、私が突っ込むぐらいですから,、まあ、ら SVOC 主語は何ですかっていうのは、まあ、そらあの質問の意味はの,あの,の形としては分かりますけれども聞いてる記者に対するリスペクトのない答えでしたよね。うんまあ、それでも蓮舫さん支援する人もいる石丸さん支援する人もいる。 もう一回ここで毎日新聞に戻りますけど、昨日う、いくつかのニュース番組を見てた中で、各政党、与党、野党問わず混乱をしていましたと、どうしようって言ってると、石丸さんがあんな選挙のやり方をして、あんだけ票を取ってしまったと。結果として あの小池百合子現職の固い地盤はあ守られたわけで、えー、あと4年の執行猶予がつけられたわけで、えー、その東京都庁の中でのぐちゃぐちゃぶりっていうのもあぶり出されない盤石とした体制が組まれたわけですけれどただ従来の選挙のやり方ではコントロールできない そういうまあいわゆる YouTube なり TikTok なりっていうことを利用した人間があそこまで票を取ってしまったっていうことに既存の政党が、えー、あたふたしているっていうことを、まあ、おし面白おかしく政治部の記者解説者がしゃべってたんですねでこのまあ今日の毎日新聞もそうだと思うんですけど 多分新聞社やテレビ局が同じように右往左往していると思うんです。でまあテレビ局はその意味変わり身が早いというか えー、その安住紳一郎がそうであったように投票がされるまではじっと口にチャックして「熱いですね」とか「エリンギがおいしいですね」とかそういうもう毒にも薬にもならないしょうもないことを放送してうちわのラジオファンと,とパーソナリティだけで喜んでいるんでしょうけれど大事なことは伝えず。 で石丸を行ったら視聴率取れると思ったら多分昨日から石丸石丸ってやっててその辺の変わり身の速さはテレビ局っていうのはやっぱりまあ言いりは別にして切接、えー、ないところなんですけど、まあ、新聞社はまだついていけてないんだと思いますであのー、でもまあまあ石丸石丸ってまあ今後なっていくんでしょうただもうそこについているお客さん 読者や視聴者がどれだけ数が少なくなってんのかっていうことを僕がこれだけもう20年前からずっと言い続けているんですけどまだ分かっていない放送局のやつらは新聞社のやつらはまだ分かってないんですよ。JX 通信が今回の情勢調査の中でもう少し詳しいことを調べております。 まあざっくり言ってのことになって恐縮ですが、後でまあリンクは貼っておきますけど、要は、テレビや新聞からしか情報を得てないおじいちゃん、おばあちゃんが、特にまあおじいちゃんが蓮舫さんを支持したわけですよ。下馬ボを持ってやってたような夢をもう一度の人たちとか、そういう うロッキード事件リクルート事件も自民党その権力なんて許さんやないんだともう権力にいるということ自体が許さないんだというような人らがもう亡霊のように蓮舫さんを応援してて共産党の支援も含めて応援も含めてそれがまあ百何十万票にはなったんだけどそれ以上の広がりがなかった。で結局新聞やテレビは その蓮舫さんを応援するような人らがお客さんなんですよ。ええそこをメインのお客さんとしてでそういう人らはどんどん減っていってて死んでも行くし離れても行くししててどんどん減っていってるんです。そのネットのの広広告告費費とテテレレビビががが抜かれて久しいんですがもうテレビがまだ こう,だった時でこうなっていったときに、もう僕はもうこうなってきたところから、こうなってきたものはこうなりますから、ほんで、こうなの分かってるんですが、まだテレビは上、まだテレビは上、まだテレビは上、まだテレビは,、ま、レビは上って言ってるんですがもうもう、もう角度が、角度が急に落ちてきてるのと、角度が急に上がってきてるのと、こうなっていってるんだから、もう,もうこの段階で今のここは予想できてたんですけど、私は <laughs>。 <laughs> 私が予想しなくたってできるんですが <laughs>、はいあの、ニューヨークに MUFG から行かなくたって、まあ、そのぐらいのことは経済、私も専門家のふり <laughs> して言えますが、もうそうなってたんですよ。で、まだ大丈夫、まだ大丈夫ってで,で、こうなった、ここでちょっと抜かれたところで慌ててたんですね、大体ね。いや、でももうそれはもうちょっとだいぶ前から分かってたでしょっていうことなんですけど、ほんで、こうなって、今もうこうなってるわけですね。で、 今回の選挙はそこがはっきりしたんですよ。つまり、新聞やテレビやもうラ,ジ、まあ、ラジオはちょっと上がってるって言っても、要はこんな下のところでちょっと上がってるっていう点などのことなんであの、体制に影響はないんですけど、もう、だから、なんぼ立憲民主党と共産党を応援しても、そ,その支援する人らを応援しても、 もう新聞は誰も読んでないんですよ。あの、じじばばしか。<laughs> もうまだ分かってないですかね、新聞社の人。テレビはジジ、じじばばしか見てないんですよ。で、その人数はどんどん減っていってるんですよ。だ若い人向けのドラマもそらいいでしょう。新しいタイプのバラエティもやったらいいんですけど、もうその大きな流れとしたら、蓮舫さんを支援する。 あるいは自民党を支援すまだまだ自民党は、ゼゼコと関係していきますから、まだ自民党は、ゼゼコにつながるとこなんで、応援する人はいると思うんですけど、もう、ないんですよ、もうどんどん減ってきてるんですよ。でそのことが 僕はまあ石丸さんっていう人は人としてどうかと思いますからリーダーとしてどうかと思いますからこういうタイプの人間がリーダーになったら世の中混乱するだけやと思いますんで決してよくないと私は思ってますけれどしかし YouTube なり TikTok なりの情報の出し方をコントロールすればあんなに人間的にはあかん人だけど これだけの人が支援した投票したっていうことがようやく今回出てきたわけですね。でも, <laughs> でもそれがまだ分かってないんでですよで、えー、議員が与野党を含めてなんかもうどうしようって言ってバタバタしてましたよって言って面白おかしく。 政治部の記者が要は政治家の金魚の糞のようにくっついていってるだけのやつらじゃないですか問題意識も何もないただただねとのご中心言うてこの人がこんな悪口言うてましたでこの人がこんな悪口言うてましたでっていう伝令をしてるだけの政治部の記者がほとんどでしょでそんなやつらも一緒になって困りましたなああんなやつが出てきましてね言うてバタバタしとったんでしょうだから昨日放送局や新聞社の 政治の担当の人間が、いや、政治家たちもね、みんな、この今回の石丸さんの大躍進ということに衝撃を受けてますよ、お前らもそうやろうと思うんですよ、<laughs> お前らも一緒に衝撃受けてなんちゃうんかと <laughs> いう話ですわ。まあ、2位になるかどうかの予想は私は、まあ、数字を持ってなかったんで、ついてませんでしたけど、でもまあ、NHK が期日前兆投票の中で、えー、蓮舫よりも多い。 いい得票があるというのを出したっていう段階である程度予想はできましたよねある程度はねだからもう蓮舫じゃダメなんですよ <laughs> 1位でもダメだ2位もダメだ3位もダメじゃなくもう蓮舫じゃダメなんですよもう立憲民主党じゃダメなんです共産党じゃダメだっていうことですよねあの言ってることとかその正論の部分を否定はしてませんよただその 少なくとも都政を動かすっていうようなところで言うともうそこはもう終わってるんですよでもまだ終わってることに気付いてないんですよ新聞社もテレビ局もあのうんで既存の政党たちもでねあの、まあ、自民党を中心とする金をばらまいて えー、自分たちの立場を買っていって票を買っていってでまあまあもちろんあの身内には金が回るようにしていくっていう政治のやり方金のやり方予算の配分の仕方執行の仕方っていうところに僕は大きなの問題は大いなる問題はあると思っていますしその無駄なところを省けば電通に落ちている金とパソナに落ちている金がそれが 落ちなければ電通とパソナの人は困りますけどその関連の人らは困りますがその困る人の分本当に困っている人たちのところにその金が回ると思ってますんでだから電通的ビジネスとパソナ的ビジネスが潰れればそれは あの法律によってコントロールできるはずなんでそれをすれば本当に困ってる人に僕は金が回って中流が増えて結果として経済のパイが大きくなっていくっていう世の中が作れるだろうと思っていますがえもうそのそれがあかんっていうところにこの今回ですねえ出てきた石丸さんに代表されるような。 あー、ジムエンドで言うと、それはもう当然小池さんに対してで言うとなかった。人が実は蓮舫さんどころか、小池さんを凌駕した地域とか年齢層があると。で、あれだけみんなね。若者や若い奴ら選挙行かへんって言うて言ってたでしょ。ジジババアは私たちは新聞を読んで、私たちはテレビを見て社会に関心を持って。だからこうやって投票しているのに。 バカな若者たちは全然ニュースもにも関心なくて、えー、投票も行かずに遊んでばかりいて何なのって言って偉そうにこれまで言ってたわけでしょ。ででっったら言ったら なんで私たちの入れた蓮舫にあなたたちは入れないのよあのバカな若者たちはって言ってるわけでしょいやそれは結局親の言うことを聞いてたらええねん上司の言うことを聞いてたらええねんって言ってる老害以外の何者でもないじゃないですか僕は石丸さんっていう人を信じないですしこういう人がリーダーになったらえらいことになると思ってますがそういうじじばばアの決めつけが今の世の中をこんな悪くしているっていうことに共感した若者たちが。 テレビやラジオ、新聞という、もうオールドメディアで触れてもいないんです。僕は新聞を読みなさいと思いますが、新聞を読んだら世の中わかるでと思っていますが、でも、この私がなんぼ言ったって、もう見てないんです。もう,もう子供の頃から、そういうものもあるなぁという。うあ、公衆電話ってそういえば、見たことはあるわ。使ったことないけどって。 だって携帯あるもんっていうコーラですからそんなコーラに <laughs> 電話番号は全部頭の中で覚えといて何、ね、かあったら公衆電話でかけてきなさいだからあのスマホなんてあなたには買わないわって言ってるようなもんなんで。<laughs> っていうことにまだ まあこ,のこの結果が出てもまだついていけてない人が結構石丸さんを批判してるんだろうなと思います僕はまあその人間的なそのコミュニケーションが取れないとかっていうところで言ってますけれどおそらく多くの人がついていけてないんでしょうねで自民党を推薦押している人もそして蓮舫さんを推していた人も結局じじいばばなんだという感じですねで1個だけ すみません長くなってただこのやり方は石丸信二ぐらいの人間でもここまで戦わせることができるのでこのやり方はその論理とか倫理とか道徳とか哲学とかうんなんかそ,そういうことを取っ払ってパッと見た感じでどっち取るってなったような。 そ,その印象で空気を作ってしまえる世界なんで,す、ね、でまあコカ・コーラ以外にも清涼飲料数はいっぱいあるんですがあーでもなぜコカ・コーラコカ・コーラボトリングの会社のサントリーの商品が売れるのかあーカオのプラクターギャンブルサンホーム PG とかの製品が 売れるのかって言ったら他にもいっぱいあるんだけどやっぱり広告費の出し方の桁が違うっていうことですよねもっとおいしいもっと体にいい飲み物いっぱいあるはずうーんそこまでその宣伝してる洗剤だけが潜力が力あるわけではないだけどだけどなんでこんなに何桁も違う売り上げをしてんのかって言ったら広告宣伝費をそれだけかけられるかどうかなんですよ。 だから、石丸さんの今回のやり方はあの自民党の,その直接1万円、3万円トイレでタレーションしている間にまあまあ、これ取っときって言って出すようなああの総理大臣からもらってきましたよって言って機密費100万渡すようなそういう金のかけ方はしなくていいある意味安、安上がりな安上がりな。うん コスト表を得るというコストパフォーマンスでいうと自民党のやってきた旧体制のやり方よりコストパフォーマンスの非常にいいそんなにお金かけなくてもこれだけ百何十万票取れるっていうことを出したんだけど逆に言うとそのぐらいの金でこのぐらいのことができたっていうことはもっと真剣に。 コカ・コーラやサントリーが出すのと同じような費用をここにかけたとしたらもう圧倒的に若いコーラはまあもうまあそのグロスの人数が年寄りより少ないんでね今はもうなっちゃってるんでえそこは選挙を通じて世の中を変えようとすると大変ですがただまあ彼らの若さと熱意を考えるとそこにそこに金かけたら めちゃくちゃまあ変な話誰を持ってこようがそれなりのその、えー、ネット出演者としての才能があればあの王様を作れると思います。っていう本当はその <laughs>。 この程度のこの程度のことで石丸ってやつが出てきてなんかネットでやって TikTok で TikTok の中国のそんなアプリをいつまで使わせていいんだろうかってもうそんな話をしないんです別にだから TikTok であろうがなかろうが何でもいいんですよ LINE であろうがなかろうが韓国にサーバーがあろうがなかろうがそれはそれで問題として別にやっていただいたらいいんですがそんな話じゃなくて従来の枠組みがもう大きく変わっているということに気がついていないのが 従来の政治家と従来のいわゆるマスコミと言われているテレビや新聞の作り手がまだ分かってないということが今回明らかになった選挙であるというそこだと僕は思いますね。でこれは世の中をめちゃくちゃ良くしていくこともできるしめちゃくちゃ悪いことをそんなに金かけずにやっていくこともできる世の中であるっていう。 この指摘は私が今日死のうが明日死のうが結構大事なことをコモさんが2024年7月9日午前10時52分に言ってたよっていうそのマスコミをマスゴミと言っていて喜んでいるような人らのそんなレベルじゃない話を今してると思っています少なくとも若い子たち あるいいいは若い子たちだけじゃないんですよね今回僕が結構石丸さんのことで、えー、なるほどと思ってるのはどなたかが書いてこられて今ひとしご覧になってるかもしれないんですけどうちの娘が行ってあの でやったと話聞いたら石丸さんすごいいいと聞いたらやっぱり TikTok とか YouTube で見てたとで娘に言われてみたらやっぱりいいわって思ったお母さんの話まあ娘さんが例えばもし2 4 5歳やったとしてお母さんがお母さんんでもままだだ僕よより若いいうな人な人と思いますそういう人にまで石丸さんが浸透していたっていうのはえもう本当に だから従来のもう,もう1回言いますよもうあと、選挙期間中から言ってたんですけど、あの立憲民主党さん、ねもうあの、共産党さん、まあ、お宅にも若い人らも入ってきてはるんでしょうが、もうその考え方が、もう何十年か前の考え方なんですこのやり方やってたもん、でも政権交代も何もないですよ、まあまあ、自民党もごたごたですからあの、8つの選挙区で2つしか取れないような、ガタガタぶりではあるんで、まあ、一瞬なんか、 あのアメリカンクラッカーみたいにボーンと跳ねることはあるのかもしれませんけどもうあのそんな古い古いですうんこのやり方では多分勝てんよで、えー、石丸慎二さん側のやり方まあそらあのまた違いますけど安野さんとかいろんな人が戦ったこのやり方はますます力を持っていきますから。 うん分かってもらえるかなあかまあ石丸信二に騙されたのはバカっていうふうなことを書いているような人らはら多分消えていきますわあのうん。 ぼまあ僕,のまあ、僕の言いたいことは僕でしか分からないかもしれませんが、まあ、あの別に誰かをバカにして、えー、留飲を下げるっていうようなバカなことは僕はまあ基本的にしてないつもりなんで、まあ、それはも自分の家のトイレの,あの壁に書いといてくれという話で、えー、うちのコメント欄を汚してほしくないんですけど、うん もういわゆるマスコミもマスコミを信じている読者視聴者もそして従来の選挙のやり方をやってきた与党のやり方野党のやり方これが根底からひっくり返されたっていうのを見せられたのが今回の選挙だったというのが私の総括でございます10時56分関連でえー、と T あっと TBS アっコに 出まかせ皆さんもよくご存知ですよね、はい、あっこに出まかせの番組の中でですね、うないさんという女性のアナウンサーが、えー、漢字で立候補した人は漢字で、ひらがなで立候補した人はひらがなで書かないと投票が無効になりますという嘘を言っちゃいまして、で後で訂正をいたしました、そんなことないっていうのは、まあ、投票行ってたらわかるやろうと。 穴井、まあ、さんも東京へあ投票へ行ったことがないのか、周りにいたタレントさんたちも投票へ行ったことがないのか、あひどい、ひどい嘘の放送をしてしまったと。で、まあ、免許授業でいかがなものかとか、まあ、そのレベルがどうやとか、えー、それは誰か、それを、おその、えー、 に利するためにわざとやったんだとか、えー、いやいやわざとではないだろうといやそこまで、えー、そのテレビのスタッフが劣化しているんだまあまあまあいろいろといろいろと話しされました結果一つの答えが出てまいりました TBS の広報が、えー、言いました j キャストニュースが書いております 7月7日に放送されました情報番組「アッコに出まかせ」あっちみますあのおまかせで東京都知事選挙の投票方法をめぐり誤った説明をしたとして訂正をいたしましたで、まあそれについて、えー、もう散々、まあね、えー、みんなが批判をしておりました私もアッ,コアッコに出まかせって言ってからかったあやつを作りました動画を上げました。まず TBS 広報室取材に対しまして東京都知事選挙の投票日当日に誤った情報を伝えてしまったことをお詫び申し上げますとまあまあ当たりきありきたりのことを言いました投票用紙への記入の方法について説明する場面でな内梨紗アナウンサー漢字を間違えてしまうと無効になってしまうので正しく書くようにしてくださいで勝又さんがえっ平仮で書いてもいいんですか、まあ、蓮舫さんとかね、えー、難しい 小池合子さんも有利子はひらがなにしてあったりねしましたよねうんうなえアナウンサー正しく立候補した名前でひらがなで立候補した人はひらがなで漢字で立候補している人は漢字で書くようにしてくださいと言いましたその後うなえアナウンサー謝りました東京都選挙管理委員会によりますと先ほどお伝えした投票用,用紙の件記入の件なんですけれども候補者の名前をカタカナ ひらがなで記入しても、候補者と特定できれば有効になるとのことでした。大変失礼いたしました。と謝罪し、深々と頭を下げました。まあ、ほか。お前はアホか。で、まあ、私は、こんな重大なミスをしたんだから、TBS は空いてる枠で、8時の投票箱が閉まるまで、何度も何度も訂正しておけと、いうふうに言いました。 まあしてなかったんでしょうけど、ねええ、でまあこれとは別にそのマイナンバーカードを持っていけとかまあまあいろんなことを言ってました私も経験してますが投票のハガキが来てなくても家帰る前に直接バス停から投票所まで行ってで何丁目の小森でございますって言ったら投票したことがありましたのでええそんなハガキがなくても マイナンバーカード作っておりませんので、やはりマイナンバーカードがなくても投票できることを私は知っておりますが、うなえさんは知らなかったんですね。ええー。で、これについても間違いの放送をしておりました。で、さあ、その先ほどのそのひらがなとカタカナの問題でございますが、TBS の広報が、えー、こう答えました。 番組の訂正のあった広報社名の記入方法についてもともと台本にあったものなのかどうなのかそれとも予期せぬアドリブ的なものであったのか TBS 広報室はこう答えました予定していた内容ではありませんでしたということでうないアナンサーファンの皆さん には残念なお知らせですが、うないさんが知らなかったという、うないさんが勘違いをしていたということでありまして、番組として組織だって間違ったことを放送しようとしたわけではないということです。東京都選挙管理委員会に事前に取材した上で制作に当たりましたが、打ち合わせ段階での齟齬により、誤解を招く内容になってしまいました誤解を招く内容、誤解を招く内容じゃなくて嘘を放送したんですが。<laughs> 東京都知事選挙投票日の当日、誤った情報を伝えてしまったことをお詫び申し上げます。ご指摘、ご批判を重く受け止め、再発防止に努めてまいります。<laughs> 放送法上の訂正放送を行う予定については、現在、対応中ですとしております。ただ、遅いです。もう困難、今さら言ったって、まあ、次の選挙には役立つかもしれませんが、あの日間違って、行こう、行かんとこって思った人には、もうどうしようもない話なので。 あの日に動いていなければどうしようもないというこの斎、えー、藤知事のパワハラ否定発言じゃないですが後からショックを受けましたとかごめんなさいって言ったところであの段階で君が何を言ったのかっていう話ですからうなぎさんが間違えて間違えたことに対して通り一遍の訂正しかしなかった TBS の対応というのがあはもうそれはもう,もう書き換えることのできない歴史なわけでありますよね。 で、うないさん、僕、すいません、よく存じ上げていなかったんですけど、あのだからまあ、あの何でもかんでも陰謀や陰謀やという人らはもうまあ、まあ、またチャットとかにも書きはるんでしょうけど、まあ、要はうないさんがバカやったっちいう話じゃないですか、ね。で、まあ、それはもちろんアナウンサーとしての常識、必要なレベルがあって、それができてないっていうのはそうだと思うんですけど。 でそんなことを言いましたらどなたから「彼女は慶応の出身だぞ」とか言ってこうからかってくることを書いてまいりまして、はいはい、皆さんもご存じのように私慶應義塾大学小学部卒昭和60年卒でございますので、えーまあ、そういう僕全然知らなくて、えー、だ今,今の、まあもまあそ,まあ、そもそも宇内さんという人がこの前に。 あの年齢の人が10人並んでて、えー、アナウンサー48になってたとしてど,どなたがウナイさんですかってあ名札ついてるからあなたがウナイさんですかっていう、えー、こっちあっこちらはウガキさんですかっていうぐらいのことなんで顔と名前が全然一致していないおっさんなんですけどまあまあ私をからかおうとしてからかおうとしている単なるバカだと思うんですが慶応の出身だぞよって書いてきまして。 で僕は「んふーん」って「あ,あそう」と思ってたんですけど、まあ、気になったんで <laughs> 気になったんでというかまたちょっとごめんなさいちょっとそ,れはそこは嘘があります嘘がありますあそうと思ってで、まあ、早稲田に放送研究会やアナウンス研究会やさまざまな放送系のサークルがあるんですが、えー、慶應義塾大学文化団体連盟所属慶應義塾放送研究会という略称 KBS と呼ばれるところがございまして まあ、慶応の中ではまあいくつかあるんでしょう、まあ、基本、その正統派の文化団体連盟所属の、えー、放送研究会っていうのがまあまあ大きな勢力としてございまして、まあ、私もそこの一員だったわけですね、だから、まあ、あのしゃべりもやってましたけど、ミキサーやったり、あのそんなんもしてたという、技術系のことをやってたわけでありますけど。 さんそこ,のそ,そ,そこのメンバーでもあっ,あ,るあったということが判明をいたしまして、えー、実はだから本当に直径の後輩、まあ、直径の後輩言うてもね今,今彼女がいくつか知りませんが、えー、40歳ぐらい年空いてますんで今更こんなおっさん大きいおっさんに出てこられて「おお後輩」って言われても「何ですかあんた」ってなるんだと思うんですけど。 まあ、昭和60年卒の小野さんというのがまあ先輩の名前の中にあるというそしてまあ,あ直近の直近の卒業生の中にうないさんが入っているっていうだけだったと思ったんですが思ったんですが実は、えー、今週末会うことになってましてもう何がもう。 いや別に僕が会おうと言ったわけでも向こうからあ先輩会いたいですって言ってきたわけでもなんでもなくってあのとあるとあるところでま,だま,だまた今週末東京行くんですけ、まあ、いくつかしお仕事をするんですけど、えー、その中で、えー、うないちゃんとうな,いちゃんうないちゃんと会 <laughs> って、えー、うないさんから僕に質問が飛んできて。 僕の喋る内容は、小森さんお任せって書いてある台本が送られてまいりまして <laughs>、えー。えあ、そう、あ、へえあ、そうやったーんと思って。えー。 まあね、いじめ、<laughs> いじめたねんのかわいそうですし、まあもう、あちゃうか、お前。まあ、そんなこともわからんと、お前、放送出てなんか、お前、<laughs> 全国ネットやぞ、お前、まあ、関西ローカルとちゃうねんぞって、まあまあ<笑><笑>、えー、どう面白しく、うん、叱って、からかってやろうかなと思ってるんですけど、うなりさんから、小60年、小学部卒の、 小森さんがに今日はいてたただきました拍手ああどうも小森でございますあのご無沙汰の方はご無沙汰でございます言うて行、えー、ってうなぎちゃんからあの頃どうでしたか久しぶりに見てって言ってええー、<laughs> ああそうもうほんに、えー、小森にお任せって言って最後 <laughs> 舞台からええー りようかなと思っておりますけども、ねまあその後の回も来てくれたら <laughs> ちょっと1対1でお話ししてみたいなとも思いますうーんいやー狭い世界ですなーほんまにねー、えー、時刻は11時8分になろうとしていますさて和歌山カレー事件長男さん の先日お会いししてきましたと林真美死刑囚のまあサインまでもらってきたっていうような話をいたしましたよねでもちろんまあ世間が大騒ぎをしてまあマスコミの報道の仕方っていうことについては大きな問題があってでも当時僕はその問題のあるマスコミの側にいて林真美がやったに違いないというニュースをずっとやってきたしかしまあ今この段階で冷静に裁判のやり方とか 見てみると、うん、マスコミの報じ方も含めてさまざまな問題があって冤罪であるという最新の請求もなされているそして子どもさんたちまあ お父さんも服役をして、まあ、刑を終えて出てきて今施設にいてあるそのお父さんの面倒も見ながら長男さんがいて、えー、女性が3人いたんだけども一番上のお姉ちゃんは自ら命を絶ってしまったという中で、えーまあ、それぞれが疎遠になりながら生きている長男の目で、えー、こんなふうに見えていたっていうお話を、まあ、本を含めてですね この本を紹介をしてお話をさせていただきましたで8月に「マミーという映画ができるとでこれは、まあ、林真明神死刑囚の、えー、一連のこの事件その後の取材とか裁判とかっていうことをまあほにニュートラルな感じでバランスをとって、えー、あの作られた 映画であるといいううふうに聞いておりますで、まあ私はあ度々お話ししているようにその試写会で映画を見るっていうのがあまり好きではなくてあの自分でお金を払って見てでああここを紹介したいなと思うところは紹介をしてそうでないのは紹介しないっていうまあその映画の専門のジャーナリストでも当然ありませんので、まあ、その辺を自分の大事なところにしておいているんですけど。 この先日もお会いして話して、えー、まあ一個人として頑張ってほしいなと思うし自分もその騒動を起こしてた側にいたのでマスコミのスクラムの中でね、えー、その食材の気持ちっていうのもあったりするんですけど。 のマミーという映画について「僕の実名パーソナルな情報が流布されているようです」「映画の情報が公開されてから誹謗・中傷が悪化し警察に相談してましたがそれらを止める権限がないとのこと苦渋の選択となりますが私生活精神面を守るため決まっている全てのトークイベントや公演などは一旦中止とし映画の公開内容変更等を 母や監督、配給会社と相談させていただきます」と日付が変わって今日の午前0時7分にツイートをしてはりました。そのまたあと0時25分に映画の公開を承諾したのは僕自身なので本当に申し訳ないのですが平気だと思ってやり過ごそう心して立ち向かおうと何度も自分に言い聞かせてきましたが精神的に持ちそうにないです。 明日映画マミーの公開中止の申し入れをさせていただきます損害賠償等があれば借金してでもお支払いいたしますすみませんでしたでいうこういうことを書いてきやりました何があったのかその誹謗中傷とかっていうようなことがこれまでもあったりとか えー、実名というか働いてたところでファミレスで「分かるやろうちも食い物商売やから衛生面で」って言われていやそら息子さんが働いててそこでヒ素入れるわけもないのにそんなことを言われて結局仕事ができなくなったりとか結婚する相手 彼女は分かってくれてたけど結局お父さんに嘘をついてうちの父母は交通事故で亡くなりましたって言ってたのに本当のことを言ったらそんなやつに娘をやれるわけないやろって言われて結婚が破談になったりとかいろんなことを経験しながらでも逃げないというふうに気丈に生きている林真澄長男林健二との長男うん僕はまあこの「てんこ盛りスタジオ」で たたまたま出会ってお母さんに会いに大阪の拘置所がすぐここからも歩いて十何分のとこなんでそこへ行く時に来てたんだと思うんですけどお会いしてもう本当に切ないというかそんな気持ちになりましたでもまあ多くの人にとっては一つのニュースの娯楽として消費していた和歌山カレー事件 そのことに責任を取るわけでもない人たちがまあ1億人いてもちろんの亡くなった人もいるんでそのご家族とかの思いっていうのはまた当事者としてあるのはあるとは思いますがそれ以外当事者でない人間の中での一人として僕はまあマスコミの中にいて林真美に違いないよなと思って放送していましたから。 今,今いろんな疑問が出てきた中でこの長男さんのやろうとしていることを自分なりにプラスになることがあればいいなと思って話をしてきたんですが映画中止を申し入れますとあのポストされてる内容なんで、まあ、あえて紹介しなくてもいいのかもしれませんが うん今高知を行ってるみたいですねええー、まあ皆さんでも読めるものなんで最新の情報どうかなと思ってみたら今日お母さんとこ行ってるみたいですだからまあ映画の話もするんでしょう家族の中で息子さんと橋増し死刑囚との間でどうしようかっていう話がおそらく今この瞬間になされていて <で>まあまあそれこそ賠償金のこととかも、ね、あんのかもしれないですけど本人としては公開中止をお願いしますともう配給会社も決まって8月の頭からの上映予定も全部決まってるわけですから前売りも売られてるわけなんで、えー、ですけど、うん、中止にしてほしいでその原因がその原因がですよ 斉藤知事のパワハラで渡瀬さんが亡くなったこともそれはあのや,ったやった斉藤知事片山副知事が悪いんですがそれに加えて多分世間の無造無造のあれやこれやっていうのがどれだけ当事者を苦しめるかっていう話なんですよね。私なんかがこれだけ鋼の メンタルだと思わせて、まあ、ガラスのハートですけどこんな私が、まあ、ある種自分で言うのもなんですが真っ当なこと言うててもやっぱり言ってくるやつらがいるんで,でそれは単なる小石のように見えるんですけど傍から見たらそれは小石もずっと当たってたら痛いし、えー、靴を裂いて。 あの足に傷つける古くぎやらガラスの破片っちゅうのが来るんでね、まあ、今も全国各地で誹謗中傷を書いてるやからがいるんでしょうこのこのこの全男全女の「集まるチャンネル」のこの全男全女しか見てないと思うような朝刊チェックですらやっぱり何人か頭おかしいこういう人を批判するそれもなんか。 単なる批判だけしていいひひって言ってるんじゃなくて人を傷つけることを分かった上でやってる嫌なやつがやっぱ中にはいるんですよねで。そんなやつは万人に一人でもやっぱり、えー、人をして死に追いやってしまったりとかそういうことやっぱありますわ、これは。それはまあその僕の感じてることなんていうのはほんのほんのごくわずかですけれどもね。長男くんの これまでずっと逃げることなく追いかけてくる、逃げても逃げてもずっと追いかけてくる、その誹謗中傷、あるいは実名を出して、こんなやつやとかっていうやつ、僕はもう、斎藤元彦知事と同じように許せないですね。なんともならんのですけどね、なんともならんから、もう、むかつくだけで、腹ばたに言い食えるだけで、なんともできないんですけど。 うん、まあまあ映画見られなくなるのは試写会で見てないんで残念ちゃ残念なんですけど、まあ、自分でそう思ったんやったら自分でそう思ったっていうことが大事なんとちゃいますかっていうようなことをまあ読んでもらえるかどうか分かんないですけど僕は送っときましたけれどもうん。 まああの乗りかかった船という言い方はその悪い意味じゃなくてご縁があったんでそれをきっかけに和歌山カレー事件について改めて振り返るという時間を持っております新たな動きが出てしまいましたんでそので昨夜のもう公開中止を求めるますっていうその直前に何があったのかは僕ちょっと分かってないんですけど。 つら、えー、い思いをしてるんだろうなとそう言わせるような輩どもがうぞうむぞうが湧いてるんだっていうこと、うん、腹立って仕方がないですけど、うんまあ、それに対峙していくためにも皆さんにお話ししようと思いました11時19分サウニー風報です、えー、押坂しのぶさんというアナウンサー覚えてらっしゃいますでしょうか 東芝日曜劇場の間のところのコマーシャルも出てはりましたし、私は実は、ベルトクイズ Q&Q というのに出たことが <laughs> ありまして、ええ、学生時代に。ベルトクイズ Q&Q やったよな。えスーパーダイス、あ、スーパーダイス Q になったかなか。えどっちだったかなえああ、もうわかん。自分の記憶が。どっちだったかなお昼やってましたよね。ええ。 えー、ベルトクイズ Q&Q の司会でしたね。えっ、ー、と、日本教育テレビ NET、今のテレビ朝日がまだ NET と言ってた時代に、アナウンサー第一期生として入社をいたしまして、そこからフリーになりました。えー、東洋の魔女の女子バレー,ー、大松さん、あの時のベンチリポーターだったな、そうですか、えーえー、ご病気をされておりましたが、亡くなりはったそうで。 ます。89歳先月29日に亡くなって家族数で見送ったということでありました今日の不法欄に出ておりました皆さんもよくご存知のアナウンサーだったと思います吉坂忍さん89歳で亡くなっておりますでは本日の長官チェックはこれまで とさせていただきます本日も長時間にわたりましてご覧いただきありがとうございました、えー、いくつかの話題につきましてはーアーカイブでは分割をいたしましてテーマごとに見ていただけるようにしようというふうに思います大人の修学旅行の電話の受付は始まっております10月4日から6日まで駒さんと行く大人の修学旅行 05020183210IAC トラベル大阪支店ぜひ皆さん私と一緒に旅行へ行ってくださいお願いいたします 現地集合も可能です。新千歳空港でお会いしましょう。東京から行く人、あるいは他のとこから来ていただいても結構でございます。そういう旅の参加の仕方もございますので、ぜひとも満席にして i a c の担当の今広さんに大きい顔をさしてやってください。お願いいたします。おいしいもの食べに行きます。普通のおいしいものだけじゃなくて、これを言ったからあかんかったんかな。本物の。 本物のですよ。ニセコじゃなくて、偽物じゃなくて、本物のししゃもです。お酢の方が美味しいという、もう一年で1ヶ月余りしか料金のないという、本当のシシャもを皆さんに食べさそうと思って、旅行を企画いたしました。ただこれがシシャもなんで、もう一つみんなに刺さってないのかもしれません。お願いです。私と一緒にしシ,シャゃもを食べてください。私をシしゃもに連れてって、はい。 お願いいたします、えー、このほか8月2日のコモさんとの秘密会も2席プラスいたしましたがまだ2席空いたままでございます <laughs> こちらもお願いいたします5席は一晩で埋まったんですが残り2席が全く埋まりませんどうぞよろしくお願いをいたしますではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょうまた明日インジャングはい 今日も良い一日になりますように。